それで困ったことってのは何なんだ？男の人にこういう相談をするのも恥ずかしい話なんですけど、今朝起きたらベランダに干してたはずのパンツが消えてたんですよ。パンツってまさか盗まれたのか？多分そうだと思います。昨晩は風とか吹いてなかったですし、3階だったんで大丈夫だろうと思ってたんですけど、やっぱり部屋の中に干さないとダメですね。はぁ、桐生さん、こういう時ってどうしたらいいんですかね。安心しろ、俺が犯人を探してやる。本当ですか？ありがとうございます。さすが桐生さん、頼もしいです。でもどうやって探すんですか？私昨晩はぐっすりだったので何も覚えてないですし。そうなのか。どうするか。小雪のパンツの特徴を聞くわけにもいかねえしな。え？桐生さん、何か勘違いしてませんか？ん？勘違いだと？あれ？私、自分のパンツって言いましたっけ？亡くなったのは、私のおばあちゃんのですよ。なんだと？昨日、うちに泊まりに来てたんですよ。だから普段より洗濯物増えて、外に干すしかなくなったんです。なるほどな。あれ、桐生さん、なんか元気なくなりました？いや、そんなことはないぞ。どちらにしろ犯人は見つけないとな。ありがとうございます。だが普段小雪が一人暮らしなら、小雪のものだと間違われた可能性があるな。そんな、私のパンツなんて盗む価値ないですよ。盗む価値はあるぞ。え、そうですか？ああ、小雪は自分や自分のパンツの価値を見誤っているようだ。お前は自分が思っている以上に魅力的な女だ。小雪のパンツが欲しい男は山ほどいる。常に狙われているくらいに思わないと危ない目に遭うかもしれないぜ。桐生さん、ありがとうございます。そうですね、ちょっと無防備すぎたかもしれません。これから気をつけよっと。私は魅力的な女か。ちょっと嬉しかったです。自分もパンツも大事にするんだぜ。そうだ、桐生さん、もう一つご相談があるんですけど。今度はなんだ？ブラジャーでも盗まれたのか？もう違いますよ、桐生さんのスケベ、エッチ、スケッチ、ワンタッチ。小雪、お前古いな。もうすぐユキさんの誕生日らしいので、何かプレゼントしたいなって考えてるんです。ほう、いいじゃねえか。でも何あげようか迷ってて、何かいいプレゼントないですかね。ユキへのプレゼントか。そうだな。シミ消しクリームとかどうだ？ユキも気にする年だろうし。そんなのいいわけないじゃないですか。もし私がもらったら怒りますよ。そうなのか。シミも消えるし実用的だと思うんだが。とにかくダメです。桐生さんって意外と女心がわからないんですね。すまん。ならそうだな、寄せ書きを送るなんてどうだ？寄せ書きか。なるほど、確かにいいかもしれませんね。ユキさん喜びそう。
ああ、ユキのことだ。号泣間違いなしだな。そうですね。涙で濡れたユキさんのご尊顔。ああ、楽しみだな。写真に撮らないと。ふん、ほどほどにしておけよ。ふひひひひ。しかし、小雪はユキのことが本当に好きなんだな。はい、大好きです。でもそれと同じくらい、今はフォーシャインのことが大好きです。お客さんを大事にして、キャストみんなで一丸となって頑張れる。それってすごく素敵なことですよね。ずっとフォーシャインが続けばいいのにな。ずっとこの時間が続けばいいのになって思います。そうか、そう言ってもらえると天長冥利に尽きるな。キリュウさんのおかげです。キリュウさんがいなかったらきっとフォーシャインは神崎さんに潰されてました。キリュウさんがいるとみんな笑顔になる。店長としてだけでなく人として素敵な人だなと思います。小雪、そのユキさんと同じくらい、キリュウさんも私にとって大切な人です。俺も同じ気持ちだぜ、小雪。え、キリュウさんも？ああ、俺にとっても小雪はかけがえのない大切な存在だ。それはそのキャストとして、それとも一人の女性として、さあどっちだろうな。だが確かなのは、それくらいお前は魅力的で俺にとって大事なやつだってことだ。だからこれからもよろしく頼むぜ。はい、もちろんです。ずっとずっとキリュウさんのそばにいさせてください。私今まで以上に頑張りますから。ああ、楽しみにしている。